はい、みーちゃんです。今日はあいにくの雨なんですけど、大吾の弟、松丸くんが、佐賀にやってくるっていうことで、お友達と一緒に行ってきたいと思います。じゃあ行ってきます。その前にご飯食べようっていうことで、ご飯検索して、ちょっと人気のお店にやってきました。風があってちょっと今日寒いな。天ぷら食いたいもんな。天ぷら食べたいね。これやろ？これよね。そうね。じゃあ置いとかん。はい。あ、ほらタレかかっとってね。あ、美味しそう。いただきます。めっちゃ美味しいよ。あ、美味しい。美味しいなうどん。うどん美味しいなあれ？これ美味しい。これなちくわ。うん。いっぱい。食べれるね、なんか、小鉢も。ちょっとだけ入れよう。入れました。入れました。うん。おいしい。おいしい。うん、でもさ、卵入ってすごいね、斬新よね、卵。穴子がしてるやつね。あ、うん。うん。すごい卵だ。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになって、松丸くんの来るところに行きました。風強い。風強いね。あ、やばー。前がいい。どうせなら前がいいんじゃない？どうやって？これでいいの？あ、顔が開いた。はい、あっという間に見終わって家帰ってきました。ちょっと撮影がね NG だったんで、ちょっと中はね映せなかったけど、初めて松丸くんの講演会行ったけど、かっこよかった。かっこよかったし、行ってよかったです。なんか勉強になったし面白かった。はい。ってことでね、まあ結局、朝午前中行って、帰ってきたのが今何時 ?5 時、夕方の5時。まあ結構かかったけど、まあ、たまにはこういうのもいいかなと思ってます。思いました。はい。最後まで見てくれてありがとう。じゃあまたね。バイバーイ。